はい、こんにちは、浅井です。今回はパズドラ史上最悪の出来事について話したいと思います。最悪といってもパズドラで起きた悪い出来事なんで山ほどあるわけで、曲芸師とかサンタジーナとかなんか消費者庁コラボとか、皆さんねそれぞれ思い浮かべるものはあるかと思いますが、今回僕が取り上げる出来事っていうのが、最悪だと僕個人のね尺度で勝手にそう思っているだけです。でその出来事が何かっていうと、今から約5ヶ月前2019年5月26日に開催されたガンホーフェスティバル2019、ガンフェスですねにて行われた会場限定販売のアーマードロップ、通称闇ミルの物販コーナーにて起こった出来事です。その物販ではまず前日入り禁止にもかかわらず徹夜組がいたこと、それにより始発組ですら一部買えなかった人がいたこと、開園前にもかかわらず物販の待機列が締め切りになるほど在庫が少ないこと、元の値段の5倍以上の値段で転売が横行していたこと、運営が本来禁止であるはずの前日入りをしていた人にも闇ミルを売ってしまったこと、待機列の整備とアナウンスがおざなりすぎて多い人で5時間以上無駄に待たされた人がいたこと、そして結局買えなかったなどなど、本当に上げ出すとキリがないんですけれども、とにかくそういった決まりを守らないクズもいれば、運営体制もズタボロで真面目に参加しようとしてる人がバカを見る最低の状況もあまりにもひどすぎて、本当にものすごくね辛い思いをされた方っていうのが大勢いらっしゃいました。当時気温も高くてですね、まだ5月なんだけど30度以上あったと思います。屋根のない屋外炎天下の中、もう本当にフラフラになりながら不毛な待機っていうのを続けて報われないという、こんな地獄があってたまるかと。で僕は会場には参加していないんですけれども、皆さんからね動画の方にいただいたコメントとか、あとツイッターでの情報などを見ていく限り、そういう本当に悲惨な状況でした。そのイベントの運営体制を見直すとか、そんなことを言うのも本当にバカらしくなるようなレベルの、本当に特にその物販目的で参加された人にとっては史上最悪最低のゴミイベだったと言って差し支えないかと思います。とはいえそれもねもう5ヶ月も前のことで、なんでそれをね今更掘り返すのっていうことなんですけど、10月の14日、今撮影してるのが18だから4日前かな、視聴者の方から僕のツイッターの方に1通の DM ダイレクトメールが届きまして、その内容の方が当時のガンフェス物販コーナーに実際に参加されていた方で、その時に起きた出来事っていうのをかなり詳細に書かれたものだったんですね。でその情報の中に一般にはあまり知られていないものすごく貴重な情報、貴重な出来事が含まれているものだったので、これはぜひ紹介したいと。この出来事っていうのを世に知らしめたい、みんなに知ってほしい、風化させたくないっていうふうに思ったのでこの動画を撮っているといった次第です。で今からその DM を読みます。これを送ってくださった方にも許可はいただいているので、紹介させていただきます。いきなりの DM、そして長文になることをまずお詫びしておきます。私は最近になって朝日さんの YouTube 動画を拝見し、とても面白い内容で一気に過去のものまで拝見させていただきました。めっちゃ嬉しいんだけど、ありがとう。物言う系の中でも根拠や理が通っていて大変素晴らしいと感じました。今後も楽しみに拝見させていただきます。頑張ります。そんな中どうしてもお伝えしたいことがあり、この度こういった形ではありますが失礼を承知の上でいきなりの DM をさせていただきます。話というのは少し古くなりますが、今年のガンフェスでの闇ミル販売の件です。大体の話は朝日さんのお耳に入っている通りです。ただまだ届いていない事実もあり、それをお伝えしたく今に至ります。すでにご存知の通り当時は散々なものでした。そのことについてはきちんとあるため省きます。ここからは私が目にした出来事の話です。私は朝早くから並んだ甲斐もあり、闇ミルを2個予定通り購入することができました。ただ購入者の中ではかなり最終組であり、私の数十人後後ろか、私の数十人後ろで完売し、購入できなかった人たちと多く遭遇する状態でした。気まずいな。相当な不満や罵声が飛び交う中、ちょっと不自然な光景を目にし近寄りました。小さい女の子、過去成人ではあったと思うが、30歳前後の男女に闇ミルを差し出していました。ほう。その時、会場内での転売を運営が見張っているような状況で、ごめん、途中だけどちょっと言わして。あのね、転売を見張るくせに、徹夜組に売ったの。それ意味わかんなくね。あのさ、徹夜組の整理なんてさ、その時間決めて、その何時って決めてさ、その時間より前に会場にいた人は、突っぱねて、その時間以降に来た人に、なんかその整理券とかさ、そういうのを配れば済むじゃん。割と現実的じゃん、それって。けど、それをせずに、要はその、前にいたやつからもう順に適当に売って、在庫が、今どれぐらいあって、その何時間も後ろに並んでる人には、その何のアナウンスもせずに、くっそ暑い中、無駄に並ばせて、その意味のない時間を使わせて、ストレスを溜めさせて、そんなんさ、ちょっと準備すれば確実に防げることでしょ。けど、それをしないくせに、転売を見張るって何目視ってこと？転売って見張ったぐらいで防げんの？そっちの方がさ、よっぽど非現実的じゃない？その会場内で、じゃあ何？その金のやり取りをしてるところを見たとして、あ、いやいや、これ、昨日借りた金返しただけですよとか、そんなんいくらでもさ、ごまかせるし、それどうやって判断すんの？もっと言うと、その会場の外とか、あとそのメルカリとか、そういうところで行われてる転売なんか、絶対防げないじゃん。会場の中で行われてる転売だけ防いで、それ何の意味があんの？本当に意味わからん。矛盾してる人しか思えへん。はい、ちょっと途中で切っちゃったんですけど、続き。転売を見張っている状況であり、私もあからさまな行為は見苦しいため、注意をするつもりで話しかけました。めっちゃ正義感強いな、この人。何をされているのでしょうかと。そしたら、小さい女の子が自分で並んで購入した闇ミルをその男女、後でご夫婦と聞きましたに譲っていたのです。転売は禁止なので、もちろんタダで差し上げていたのです。はあ、そうなんだ。自分も苦労して手に入れたのにね、それをあげるんだね。すごいね。事情を聞くと、そのご夫婦は遠方から徹夜で車を走らせて会場に闇ミルを買いに来たとのことでした。結果6時間以上並んだ。おい6時間は俺の睡眠時間だぞ。やべえだろ。6時間待たせるって逆に難しいでしょ、もはや。6時間以上並んだ挙句、完売して買えなく相当落ち込んでいたのを見ていた女の子が譲りますと言ってきたとのことでした。女の子は半ば強引にそのご夫婦に闇ミルを押し付けて、その場からいなくなりました。クソかっけえじゃん、この子。その後、そのご夫婦と少しお話をしたのですが、その女の子は自分たちの少し前で同じように炎天下の中並んでいて、自分たちが遠方から夜通し走ってきたことや、買えなかったら辛すぎるといった会話を聞いていたんだろうと言っていました。そして自分たちの目の前で完売になり、呆然と立ち尽くしていたら、その女の子が来て、これどうぞと言い、闇ミルを渡してきたということでした。天使じゃん。天使です。もちろん悪いし、買い取ることもできないので断ったそうですが、いいんですと言って、これで仲良くパズドラ楽しんでくださいとだけ言って、どこかへ行ったのです。天使じゃん。突然現れた天使だよ。正直その時はなんか変なこともあるなぐらいの印象だったのですが、帰ってからガンフェスの話題で盛り上がっていたツイッターを眺めていたら、おそらくというか間違いなくその女の子であろう方が私といつからかLFAであり、そのことが書かれていました。奇跡だね。もう奇跡がめちゃくちゃ噛み合ったんですね。内容は、仲良しのご夫婦が遠方から来たのに買えなかったと落ち込んでいたのを見かねて譲ったというものでした。そこで初めて私もその子の行為がとても真似できないことで、そんなことを実際にする人がいるんだなと改めて認識させられ、とても驚きました。私も数時間並んだし、完売後の現場にいたからわかるんですが、当時現場は殺伐としており、本当にひどい環境でした。でもそんな中で同じように炎天下の中並び、お金を払い、やっと手に入れたものを不憫に感じたとはいえ、赤の他人にあげるという行為が起こっていたので、そうだよな。自分だって死ぬほど苦労しているんだもんね。その苦労をした分やっぱり手放したくないと思うんだけど、それを人にあげちゃうっていう、その何ていうのかな、優しさというか、まあ直感的ではあるんだけども、その優しさっていうのが前面に出た、体が先に動いたっていう感じなんだろうね。転売屋やルールを守らない徹夜組ならず、運営側にぜひこの事実を知ってほしいものです。俺この動画で運営に送ろうかなちょメールで送るわ。私は未だに思い出すたびに何とも言えない気持ちになります。女の子の自己犠牲と勇気ある行動、それにご夫婦の嬉しそうな顔は忘れられません。長くなりましたが、最悪なイベントの最悪な出来事の中、埋もれてしまいそうですが、こんなに素敵な出来事もあったということを朝日さんに知ってもらいたく、こういった形を取らせていただきました。最後に、いろいろと問題のある運営ですが、その女の子やご夫婦がこれからも長く楽しめるようなパズドラであってほしいと切に願っております。朝日さんの今後ご活躍も合わせて楽しみにしております。ということです。ちょっと心に強く刺さるものがありますね。裏ではね、本当にこんな素敵な出来事があったんだなっていうことですね。当時の状況っていうのは、その僕はその伝聞で聞いた限りでね、知る限りなので、それでいくと、もうただただ運営スタッフはクソだなとか、徹夜組転売中死ねよみたいな、そういう感想で終わってしまうところなんですけども、実際にその現場に居合わせた人しかわからない、苦しみ、悲しみ、苛立ち、そして、そんな中で起きたこういうね、貴重な素敵な出来事っていうのを知ることができたっていうことに、僕は本当に素直に幸せを感じますね。この方の説明も本当に上手でした。参加してない僕でもね、その時の状況っていうのが想像しやすい、非常に丁寧な文章ですね。で、何よりやっぱりこの事実を知らせる相手に僕を選んでくれたっていうことが一番嬉しいですね。他にもね、言ってる人はいるかもしれないけど、僕、僕今日チャンネル登録者が2000人になったんですけど、皆さんね、どう見てるか分かんないですけど、僕基準では2000ってまだ全然ね、大したことないと思っているんですね。事実、そのパズドラ界隈だけで見ても、僕なんかよりももう圧倒的に知名度、影響力、拡散力っていうのが強い人がたくさんいるにもかかわらず、まだまだ弱小であるね、僕にこの事実を伝えてくれたっていうことがね、とても嬉しく思います。だからこそ、この事実っていうのを僕の中だけで終わらせることはできないなと。これをしっかり拡散して、皆さんにも知ってもらう、皆さんにも考えてもらうっていうことが、これをね、受けた自分の義務だというふうに感じたので、こうして動画を撮っているという次第です。本当に言葉にならないぐらい感謝したいです。本当にありがとうございます。で、実はもう一つあって、先ほどこの中で出てきたこの女の子、闇ミルを譲ったというこの女性、この女性にも実は話を聞くことができまして、その時の DM のやり取りっていうのも動画でね、使っていいというふうに許可をいただいたので、引き続きそちらも紹介させていただこうと思います。どれだ、これだな。はい、これは俺のあれか、文化。一応ね、その質問をしたんですよ。どういった気持ちで譲ったのか、その際のご夫婦どんなことをおっしゃっていたのか、自分の闇ミルを手放すことに抵抗がなかったか、あなたから見た会場の雰囲気はどんな感じだったかっていう、こういう質問をしました。そしたらね、返信をいただくことができたので、それをね、読み上げさせていただこうと思います。ここからですね。よいしょ。お待たせして申し訳ないです。それでは質問に答えます。なんかちょっと緊張します。まず、どういった気持ちで譲ったのかですけども、その夫婦の方、とてもいい夫婦だったんです。朝日さんは物販の列並びました。ごめんなさい、並んでないです。屋根もないところに長時間並ばされて、みんなすっごい怒ってて空気悪かったんですよね。きついね。さらに、それはきついなって思ったのが、若い中学生ぐらいの男の子がトイレに行きたいって近くのスタッフに言ったら、列から出たらもう戻れませんがいいですかと言われてて、結局その子はトイレに行って帰ってきませんでした。きつ。かわいそう。マジそれきついな。もう3時間は並んでいたと思います。後で聞いたら、スタッフによってはトイレに行って帰ってきてもいいっていう人もいたりとかで、それで1人がトイレに行ったはずなのに3人ぐらい帰ってきたりとか、もうカオスでした。何でもありじゃんって怒ってる人いました。そりゃ怒るわ。当たり前だ、そんなの。そんな中、アナウンスがおそらく数が足りませんとか、全員には行き渡りません的なものばかり。ひどいね。それでもその夫婦はもうすぐだよ頑張ろうってお互いを励まし合ってて、なんか素敵な人たちだなって思ってたんです。確か長野県、ガンフェス会場って東京幕張メッセ、長野から来たのすごいね。確か長野県から仕事終わりで寝ずに車で来たって言ってました長い列の折り返しでたまに横に来た時に声が聞こえてた程度なんですけども、もうこの時の状況がすごい目に浮かぶわ。で、お昼過ぎてたと思うんですけど、私やっと買えたんです。でも私が買う直前からスタッフさんが人数を数えながらだいたい10人ずつぐらいレジの前へ案内しだしたんです。だから、うわーこれ本当に買えないやつだって確信したくらいに私は呼ばれました。運良かったんだね。多分本当に最終組のちょっとだけ前くらいで買えました。だから私が買った直後に完売ですってなったから、もう大ブーイングが起きてて、怖いから逃げて帰ろうって思った時に、ふとその夫婦が買えたか気になって見てたら、買えなくて奥さん泣きそうになってて、すごくがっかりしてて、近づいていって買えなかったんですかって聞こうと思ったんですけど、買えてないのは明らかだったから、なんて声かけようって考えながら近づいたら、これどうぞとか言ってました。はっ、もう完全に体が先に動いてんじゃん。やばいね。そのくらいしか覚えてないんですよね。だって本当に暑くてもうクタクタだったんです。あげた理由になるのか分かんないですけども、遠くから見る買いに来たのに買えなくて、それで今からまた遠いところに帰るの辛すぎるでしょ。絶対来る時も眠いのをお互いで励まし合ってきてたと思うんですよ。だったら帰りも楽しく帰ってもらいたいなって、また来年も仲良しでガンフェス来てほしいなっていうのをなんとなく思ってた気がします。ガンジーだよ。パズドラ界のガンジーです、この人は。もちろん今はちゃんとそう思ってますし、その夫婦が帰ってみるで仲良くマルチなんかしてるのを想像するだけでほっこりします。超優しいんだけど。それと裏話でもないんですけども、2個のうち私がお金出してるのは1個分で、もう1個は私のお兄ちゃんので、だから私は3000円しか失ってないんです。そういう問題じゃないでしょう。3000円の買い物を普通にすんのと、会場でさ、めちゃくちゃ暑い中、もうなんか何時間も並んでクソみたいなアナウンスばっかりされて、それで結局買えるか買えないかみたいな、そんな次元でしょ。お金の問題じゃないと思うよ。すごいね、この人。お兄ちゃんに帰って正直に話したら笑ってました。お前らしいなって。兄貴もクソ優しいじゃん。一緒に一般販売待とうって言ってくれました。なかなかナイスなお兄ちゃんでしょ。ナイス、いいね。質問で手放すのに抵抗はなかったかっていうのは、なんか買えるか買えないかでドキドキさせられて、炎天下でフラフラになってて、でも結果買えたからっていうのでちょっと満足してたのもあったのか、別に抵抗なかったです。それより受け取ってもらえるか心配でした。だって不気味でしょ、いきなりあげますって。はあ、すごいね。暑さでおかしくなったんじゃないよね。大丈夫だよね。いや、ほんとすごい優しいね、この人。会場の雰囲気、ガンフェス自体は盛り上がっているように感じました。でも物販の方は同じ会場とは思えない怖い空気でした。私もまさかお昼まで炎天下で並ぶとは思っていなかったので、そうだよな。来年も同じなら行きたくないかな僕のコメントの方にもね、実際に参加した方でもうガンフェス二度と行きませんっていうね、コメントをしてる人もいたんで、多分同じことを思ってる人はたくさんいるかと思います。ネットでライブ見てるのが絶対いいですね。物販に並んだ印象ですけど、運営さんの予想より見るを求めてきた人が多かったんだと思います。スーツ着た偉そうな人が何人も人数数えに来てたようなこともあったし、それに想定内だったらメインのガンフェスは物販に並んでる人がお昼過ぎまで見れないような、しかも炎天下に並ばせたりしませんよね。本当にその通りだよ。本当にどうにかしろマジで。横入りの元凶のトイレに行っていい行けないのこともちゃんと連携が取れてたら、断念してトイレ行く人もいなかっただろうし、横割りもまだ少なかったと思います。トイレっていう口実で友達連れてこれるっていうのを見て真似して実践してる人がいましたから、もう地獄じゃん。やべえよ。とても残念な気持ちになりました。せめて整理券配るとかして無駄に炎天下に並んで結果買えないようなことがないようにしてほしいです。私はパズドラが大好きです。女の子でパズドラやってる子は少ないですが、それでも Twitter でつながれたり、ガンフェスで女の子見たら嬉しくなります。パズドラって誰にでも愛されやすいゲームだと思うんです。自分でルールを決めて遊びやすいゲームだと思うから。何よりパズドラが楽しいから。朝日さん、こんなことでわざわざ訪ねてきてくれてありがとうございます。ちゃんと質問に答えられているかわからないので、不足があればいつでも DM ください。完璧です。うん。完璧です。後からね、これどうだったんだろうって気になることあるかもしれないけども、今回少なくとも僕が質問したことへの回答としては、完璧です。本当にわざわざ時間を作ってくださって、ありがとうございます。うん。その夫婦さ、この動画見ねえかなもし見てたらすげえ面白いよね。うん。その夫婦にもちょっと話聞きたくなってきたな。はい、こんな感じでした。こっからはね、僕がちょっと思うことなんですけれども、とはいっても、おおむね皆さんが感じてることとおそらく一緒です。運営がひどいね。うん。これさ、1回目じゃないじゃん。ガンフェスで今まで何回も開催してきて、前はヒミルだったかな。ヒミルの時ね、どうだったかっていうのはあんまり俺は知らないんだけど、やっぱその初めてのイベントじゃないんだからさ、どれだけ予想外の混雑だったとしても、こうすれば綺麗に整列させられるよねっていう、その素人でも思いつくような方法っていうのを取らない時点で、やっぱり運営スタッフが悪だと思います。本当にひどい状況で参加された方は、とんでもない苦労をすることになって辛かったなというふうに思います。で、そして、運営がね、いくら悪いとは言ってても、徹夜組、転売中、ルールを守らないクズども、そもそもこれら元凶っていうのがいなければ、こんなね、無駄な苦労をする羽目になる人もいないはずなんです。そういう奴らって、多分この動画見ないだろうけど、もしこの事実を知ってもなおそういった行為を続けるんであれば、そいつは多分もう人間じゃない、別の生き物だと思ってるんで、そういう目で周囲から見られて、いつか社会的に死ぬということをちゃんと覚悟して苦しみながら生きていってください。そんな中でもね、こういった素敵な出来事をね、知ることができたということに、僕は素直に嬉しい、幸せだなっていうふうに思いました。改めてね、今回この本当に貴重な情報を提供していただいたお二方には、本当に心の底から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。皆さんはね、どう思われたでしょうか。もしよかったらコメントで教えてください。もしくはね、実際に参加された方の声なんかも聞くことができたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、今回は以上です。長々とお付き合いいただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。